山地は、福島県白川市南部から、茨城県と栃木県の県境付近を南下し、筑波山に至る山地。福島県東白川郡棚倉町と茨城県、久慈郡第5町にまたがって座す山蔵山を手法とする。阿武熊高地とは棚倉構造線によって生じた、地高を流れ下る久慈川によって隔てられる。かつては、抗義の阿武熊高地に含めることもあったが、 今日では別のものと考えられている。クリップ、闇ゾ山地の周辺写真で放棄川が中川に合流し、闇ゾ山地鳥の子山階と計測山階の間を東寄りする、鳥の子山階と計測山階の間を流れる、中川解石が進んでおり、樹脂状もしくは放射状に谷が刻まれていて、北から順に、闇ゾ山階、鳥の子山階、計測山階、 つくば海に区分される。闇座山海と鳥の子山海の間は、くじ川の支流、押川によって侵食され、大御盆地が広がり、鳥の子山海と計測山海の間は、中川によって著しく侵食されている。計測山山海とつくば海の間は最も、侵食が進んでいて、水戸線、国道50号、北関東自動車道が通っていて、 北関東地域の交通の要衝となっている。関係する自治体は下記の通りである。筑波山海以外の3つの山海は闇ゾ総群と呼ばれる砂岩と壁岩の五層からなる。計測山海の南部と筑波山海には河口岩が存在し、さらに筑波山の標高600メートル以上の部分には半嶺岩が存在する。ありがとうございます。